皆さんこんにちは。今日はね、YouTuber としてね、収益するようになってから2月末ですのでね、3、4、5、6、7、8、1年とね、6ヶ月になろうとしています。で、私がね、顔出しするようになったのがだいたい4ヶ月ぐらい前で、サムネイルにするようにしたのが3ヶ月ぐらい前なんですけど、最近ね、やっぱりその、家の近所の、薬局でね、2、30代のお母さんが、私の犬を見て、この犬ってあの犬なんじゃないのって言ったり、あと先月かな、女性ですよ、皆さんね。私、視聴の方がね、96% 女性なんですよ。四捨五入したら 100% 女性なんです。で、伏見の駅でね、地下鉄のね、伏見の駅、結構エスカレーター長いんですよね。こう、交差したり、こうね、こう、上りと、下りでこう、クロスしてね、こう、上ってく、こう、下ってく、あれ?下ってく、上ってく、こういう感じか。下りと上りでクロスしたりするんですけど、で、その時もね、こう、私は、下ってたのかな、上ってたのかしてたんですけど、こうすれ違うこのエレベーターの中でね、やっぱりその、私そんなに見られてないんですけど、視聴も200、300、400ぐらいでね、で、チャンネル登録もね、1万人ぐらい、ありがたいですよ、そんなにしていただいて。で、皆さん日本人の方がね、この犬ってあの犬なんじゃないのって言ったのも日本人ですしね、伏見の駅でね、こうすれ違う時にね、私をね、YouTube で見ていただいた、その方もひょっとしたら YouTuber の方かもしれないんですけど、私見た時に、ってなってね、鳩が豆鉄砲を食らったみたいになって、私もそれを見た時に、ってなって、で、その彼女は、こう、で、目完全に見開いたまんま、瞳孔は開いてないと思うんですけど、ってなったまま、そのまま彼女はこう降りていく。こう降りていく。こういう感じですね。こうやって、エレベーターで。降りていく。で、私は、彼女がびっくりしてるんで、上がっていく。そりゃね、やっぱ彼女びっくりしたんで、私もびっくりしましたよ。だけど、多分彼女は、私そんなにたくさん見られてないんですけど、その中で見ていただいた方か、その方は YouTuber の方です。でね、またね、今日もね、あったんですけど、今日は、またね、これはね、私1週間に2回ぐらい、お風呂屋さん行ってんですよ。下手すると3回。で、東区、ね、行ってんですけどね。そこすっごいいいんで、お風呂屋さん。いいんですけど、で、その方常連さんなんですよ。私も、ちょっと常連だよ。だって、もう何年も行ってますからね、私。もう週に2回、1回、2回、3回。何年も行ってんですよ。コロナになる前だからね。多分10年以上行ってると思うんですけど。で、そこ電気もあるし、寝転がって電気ができるっていうのと、あとジェットもね、結構すごいガーってなるっていうのと、やっぱりそこいいなっていうので、すごいいいんですよ。なんでね、やっぱ背中とか結構疲れちゃって、背中凝るじゃないですか。で、足リンパね、開業資格持ってるんですけど、背中ってね、自分で難しいんです、なかなか。でも、お風呂で、こう、ジェットでね、ガーってやると、結構ね、良くなるし、やっぱりね、背中凝ったりすると、やっぱ背中曲がってきちゃうんで、こう、ね、良くないから、お風呂さん行ってね、ジェットバーって当てたりするんですけど、ほいで、その、お風呂でね、さあもう上がろうかなっていう時に、こう、最後、その、なんていうの、かけ湯みたいなね、入った時にもこれかけてくださいみたいな、そのかけ湯みたいなやつがあって。で、それをね、すくってね、こうかけようとしたんですよ。たら、こうかけようとしてすくったら、ちょうど対面に、こう、すごいね、品のいい、綺麗なね、セレブの方なんですよ、その方。私見たらセレブのことはわかるんで、この人セレブだなって。そういう、品がいいしね。で、お金持ちですよ。で、その方ね、偶然対面だったんですよ。で、その方ね、こう、湯船について、私のこと見て、ってなって、
で私もはってなったから私もってなって、ただねその方のちょっと離れたところでまたその方もすごい常連の方にして、喋ったことはないんだけど、あの常連の方顔見ればわかるじゃないですか。ただその方にね説明して、私のこと説明してて、でその方はねこう私のこと見てね、知らんとか言って、それで私なんてね、もうチャンネル登録をね1万人ぐらいですしね、大概皆さんの10万人ぐらいになるとねこう知ってるっていうこともあるみたいなんですけどね。でまあそれだけねあのこう言っていただける、うん、っていうのがね、まあ、ありがたい。まあ知らんって言われて、それは知らんよね、まだまだ本当にチャンネル登録していただいている方には感謝なんですけど、ただねその驚いたのがその200回300回400回ぐらいなんですね。その中で再生回数がね、その中でやっぱりこう知っていただけてるっていうのが、まあ家の近所の方なんですけど、まあお風呂屋さんはね近所じゃないんですよ、全然違うんですけど、やっぱ嬉しいですよ。だからその200回300回400回の中にねそうやってコメントはしてないけども、その見てくれてる方の中にやっぱりその家の近所の方もいる、方もいるんだなっていう幸せ、とね、やっぱりそのお風呂屋さんでねこうそんなセレブな方がねやっぱり見ていただけてるっていう、まあ、ありがたいですしね、セレブじゃない方でも見ていただければ当然ありがたい。ただそのなんていうのかな、もう本当嬉しいですよ本当に。私はまあそのねこうやってあちょっと話見てみてみたいな感じで、私はまあちょっとこう言うかけながらなんかあなんか、ちょっと喋りかけたらどうしようかなみたいな感じのなんか、まあでも会ってたらさね、アワドックスさんって言われたらそれはねアワドックスですからね、はい、なんでそう答えようと思ってたんですけどね。でも本当にねまあ、声はかけられなかったのでね返事はしませんでしたけど、ただ本当にねありがたいですよ、はい、ありがとうございます、感謝感謝です。まあこれだけねこう知っていただけてるってことでね、こう1年やったらどうなるのかなと思うんですけど、まあちょっとね霊媒師さんにも言われたんですけど、君はもう YouTube だよって、そしたらもうお店出さなくていいって言われてて、店出すより儲かるとかと思って、まあ、店出すより儲かるかとかちょっとそれは別なんですけど、お店も毎時すごい儲かってたんで、だけど、まあ、その要は外に働きに行かなくてもいいよっていう意味だと思うんですよ。で、その一時期すごい儲かってた時に比べたらどうかっていうのはちょっとよく分かんないんですけど、ただ、霊媒師さんのその他の言葉は、全部信じて、YouTube の、君の仕事は YouTube だよっていうことだけを信じずに、このコロナでお店辞めてからずっと来たんですけど、でもやっぱりその、認知度がね、まだまだなはずなのに、まあこんなに、なんていうのかな、言っていただけるってことが、まあやっぱり、本当に女性様様なんですけど、ちょっと YouTube でね、頑張っていこうかなと、なんか、思ったんですよね。でもやっぱり当然だけどみんなの力添えがあって、みんなのおかげで私がいることは事実で、メンバーがこの私が投稿すれば投稿してくれたり、まあ、私も投稿しますけどね、でもやっぱりみんなのおかげ、見ていただいているみんなのおかげ、メンバーのおかげ、メンバーじゃないけどこう見てくれ、まあ、見てくれてる YouTuber のおかげ、 YouTuber じゃない方のおかげ、とにかくみんながあって私がある、それだけは間違いがない。で、それって商売と同じ。お店経営した時も、スタッフのみんながいるから、私がいる。手を伸ばしても、私一人だとこんだけだけど、でもそこに仲間も一緒に手を伸ばしてくれたら、それだけやっぱり広くなって、こう、いろんなことをこう知ったり、こうね、お客さんをキャッチしたりとかもできるしね。それはね、本当にね、商売で、なんていうのかな、扱うものが違うだけで、やっぱりね、商売って全部共通してるんだよね、方程式としては。私はそう思います。でも本当にね、なかなかね、声をね、こうかけられそうな時もあるんですけど、まあ今後もね、そうなるかなと思うと、こうなんか、サインを求められたらと思って、こうスタンプとか作ってもいいしね、サインとかも考えようかなとかね、まあいろいろ考えてますけどね。
本当になんかこんな小さいこんな私なんかのね、あの YouTube 本当に見ていただいてね、もう本当に感謝しかないです。本当はね、本当はあのいつも見てくださってありがとうございますって言いたいんですけど、なかなかちょっとね言えない自分がいて、もっとこう言いたいなと思うんですけど、でも本当に本心はそう思ってるんです。なのでこの気持ちを動画にしました。でも本当にね、皆さんあっての私です。みんながいるから私がいる、みんながいるから私が存在している、それは間違いない、紛れもない事実。ありがとうございます。本当にね感謝してます。ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございます。それではね、近くにいるナナちゃんを紹介します。ナナちゃん、ナナちゃんデンちゃんはいないの？デンちゃん、あれ？デンちゃんは？デンちゃんも来てよ。デンちゃんも来て。はーい。デンちゃん、みんなさんにバイバイ言って。じゃバイバーイ、バイバーイ、バイバイしてください。はい、バイバーイ。はい、バイバイね。はーい、はい、バイバーイ。じゃあねー。